とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、古代狩り、行きます。毎日のように、2回ぐらい回ってたかな。一向にいいのが出ません。今日は、5週連続で、行きます。まあね、この5週連続、よくやるんだけども、なかなかね、出ないのよ。まあ、20個ぐらい金装備が出て、で、その中で、取っておいていいかなーっていうレベルのやつが、一つ出るかどうか。そのぐらいのレベルだもんね。なかなか難しいところではあるけども、行きましょう。うん。67%。これぐらいで行きたいと思います。では、行ってきましょう。おっと、運がいいね。いきなりあったぞ。これ、ウィーバーか。さあ、何体出てくるでしょうか。まあ、一体だろうね。大体分かってたよ。で、しかもノーマル品。まあ、こんなもんでしょう。とりあえず、5周頑張ろう。マジか。またあったぞ。ここは？ああ、ここなんだったっけ。まあいいや。行きましょう。あ、一体。ノーマル。しかも、全然いらない。おいおい、エボーか？エボーか？どこどこ？え？え？え、どこだ？エボーか？どこ？え？いない、いない。エボーか？いない。どういうことだ、これは。なんかわけわからんことなってる。おお！まただ。すげえ。今回、確率めちゃくちゃいいよ。しかも俺、ここね、多分、倒したことない。あ、いや、行ったことあるか？あるかもしんない。で、さっきのエボーカーは、出たまんま。おい、やった、来た！来た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 、ブロードソード金が出た。ブロードソード、これは期待ができるよ。よっしゃ、来たー。かなりいい感じで、古代人が来てる。まあまあ、1体だけどね。残念ながら1体だけど、ノーマル品か。でもまあまあ、数来てくれると本当嬉しい。あわよくば3体出てほしいけどね。1周目終わり。4つ出たね。で、商人からはいいのは、おっと！グレートアックスブレードあった。ゾンビ特攻か。ゾンビ特攻はいらねえな。まあ、エンチャントも、一番右が微妙かな。いりません。勇者のアーマーもいいんだけどね。ポーションのクールダウン 40% すごくいいけども、ダメ。全然ダメ。おっと、あ、ガントレットか。普通のガントレットでした。ダメだね。これはどう？クールダウン1個。1個じゃダメ。3つついてないとダメなんだ。おっと、急兵。なかなか今回、ユニーク品出てくれるね。でも、ステータスじゃない、スキルがもう点でダメだね。エンチャントがもうクソすぎる。あと一回。いらないね。あー、マルチになるっていうのがついてるけども、やっぱ3発しか出ないところでマルチだからね。どうしてもハープには勝てない。ダメです。次行きましょう。危なー。2周目。第1回目の古代人です。もう1回そうでね、1回もなかったから、やべえなと思ってたら、来た、おっしゃ、来た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 、冬の指先、来た、来た、来た、マジで来た。よーし、冬の指先、来た。これを待ってた。まあ、問題はね、スキルなんだけど、どうだろう。まあまあ、最後に、こうご期待っていうところで、楽しみにしときましょう。やった！2周目は全然ダメだったね。あ、でも、冬の指先出たからいいや。はい、2周目終わりの商人はどうでしょう？よくない。よろしくない。ファイアブランドは、あ、クリティカル2か。あ、で、衝撃波もついてる。いやー、真ん中のエンチャントダメ。ダメです。話になりません。
いりません、いりません、いりません。はい、次。あー、ダメだな。やっぱショップでね、ポンといいのが出ることもあるんだけど、ちょっといいのがないな。はい、3周目行きましょう。3周目いきなり来たー。いいよー。ここはしかも、ブロードソードが出たから、心を奪うものも出るか。いや、いらないな。ブロードソードの方がマシだ。え、どこ？あ、お、あ、一体かい。おーっと、グレートアックスブレード出た。いいね、いいよ。もう今回の金装備かなりユニークが出ていい感じだわ。はい、また来た。さっきがグレートアックスで、その前がブロードソード。これ心奪うものも出ちゃうんじゃないの。来い。あー、防具か。でもね、武器ばっかりじゃなくって防具重要だよ。防具の金のユニークの最高のやつ欲しいな。あれ、ここばっかり出るな。ここじゃないところも出ていいんだけどね。まあ仕方ない。あ、一体かまた。あ、ここはそうか、サイスも出るのね。サイスも出るのか。いや、でもサイスあんまり良くないから別に欲しくもないし。でもまあまあまあ、古代人この感じでもうちょっと出てくださいな。3周目終了です。証人見てみましょう。全然だな。一番最初良かったけどね。一番最初良かった。はい、ダメ。ダメダメダメ。あ、まあまあ、冬の指先はね、1個出てるから。いいでしょう。お、ユニーク来てる。ケイブクローラー。あー、よくない。ダメ。あー、ダメだね。全部よろしくありません。4周目行こう。4周目全然なかったなー。まあまあまあ、1個はあったからいいか。どうだ。あー、普通の剣。ここでね、ホークブランドがね、ポーンって出てきてくれたら、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、まあそううまくもないか。だよね。4周目終わり。さあ、商人どうだ。全部ノーマルか。いりません。いらない。ダメ、いらない。基本やっぱノーマル品いらないな。ノーマルに金スキルがついてても、まあ、ユニーク品とそう変わりないからね。そんなんいらないんだ。まあ、防具だけはね、いいやつがついてればいいんだ。武器はまあ、いらない。はい、ダメ。もうなんで、ノーマルしか出ないんだ。はい、では、ラストなんて言おうとしたんだ。ラストいきます。ラスト5周目。1回目の古代人。どこだ、え、どこだっけ。あ、ここか。何体出る。一体だ。で、しかもノーマル品。もう全然いらない。エボーカーいっぱい出てきたんだな、今のところ。次に期待だ。よっしゃ、来たー。来たよ、来たよ。ラスト1周で、ここ、おお、宝箱まであった。なんてラッキー。で、何体出てきてくれるんだい。一体かい。風ひげ、あのヤギのやつね。あー、ウィンドウォーか。ダメだね。谷の小玉か、あれのユニーク品は。ちょっと出なかったな。さあ、またあったよ。まだ終わりじゃない、今回は。ほい、3つ。あー、1個。ダメだ、ダメだ、ダメだ。まあまあ、売ればね、金いくつかにはなるからいいけど、もうちょっとないかな。よし、終わったね。これで最後のショップを拝見した後に、結果発表、行ってみよう。おっと、二つユニークだ。さあ、どうだ。あー、ダメ。ダメだ。クールダウンが3ついて、
金スキルのところに変更とかね、ポーションバリアが来れば最高だったんだけどね。あー、惜しい。骨コンボ、あー、毒の雲か。そして、あー、悪くはない。悪くはない。けども、似たようなやつ持ってるから、いらない。はい。おーっと、またユニーク来た。これはいらないね。ロングボウもいらんない。どうだ？不滅はめっちゃ強いからね。あー！邪悪な村人特攻か。それ微妙。共鳴があって、そして重力がある。あー、いやー、旋風欲しいところだね。ダメ。おっと、監視のサイズ。あ、いいよ。敵のステータスダウンがついてて、あー、エンチャの一番右が微妙。微妙すぎるね。強固なアーマーどうだ？ダメだ。いや、最後のショップめちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃ出てるんだけども。いやいや、スキルが微妙すぎ。ダメ。スキルが微妙なんだな。ダメです。ダメだ。はい。ということで、今日出た金装備、お見せしましょう。こんな感じ。全部で、12個。まあ、いつもよりもちょっと少なめかな。でも、ユニーク品が、出てるから、見ていきましょう。まず、爆発のクロスボウ。もちろん、いらないね。いりません。で、ウィンドボウ。無限の2。でも他が良くない。ダメ。まあ、武器は基本的にね、ダメだよ。金だからといっても、武器のノーマル品は、よろしくない。ダメ。全然売ります。防具に限っては、クールダウンが4つついてれば、全然いいんで。あ、ダメ。これはダメ。はい、ダメです。これももちろんダメです。はい、もちろんダメ。はい、3つ。この3つがね、目玉商品です。まずはブロードソードから、いきます。凶暴化か。バーサーカーついてるけども、他が全然よろしくないね。ダメ。全然話にならん。ダメ、売ります。グレタックスブレード。鋭利がついてる。で、クリティカル。追い打ち、輝きがないから使えないな。どうしても、回復はいる。輝き。ダメです。冬の指先、どうだ？矢の巨大化。そして、エンチャントが、ダメだね。無限はいいよ。無限がいい。そして、一番右の、ところもいい。真ん中でね、バーストボーストリングがないとダメ。バーストボーストリングと、マルチショットだもんな、やっぱりね、その二つ。ダメです。売ります。話になりません。ということで、今回5周行ったんですけども、全部外れ。まあ、仕方ないね。でも、ユニーク品は結構出たので、楽しめました。またね、5周やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。